こんにちは、スカイトモです。ルル、こんにちは。こんにちは。見てるルこれ、わかる？じゃん、プレステ5買ってきました。わかる？ほら、いなくなった。これね、昨日ね発売されたばかりです。プレイステーションの最新版プレイステーション5です。はい、で今回僕ね、このプレイステーション5、モデルがね2種類あるんですよ。で1つが普通のプレイステーション5通常版ね。で僕が買ったのはデジタルエディションっていうのを買っています。大きなね違いといえば、ディスク、光学ドライブがあるかないかです。で僕のは光学ドライブがないバージョンになります。なのでゲームをする場合はね、まあ、オンライン上からねダウンロードして、ソフトをこれに入れてゲーム使ったりします、使用したりします。まあ、細かい違いで言ったら、どうやらね本体がね少しね小さくなってるみたいです。このエディションの方が、デジタルエディションの方が少し小さくなっているみたいです。でこの、まあ、光学ドライブがない分、重さもね 500g か 600g ぐらい軽くなっているみたいです。で通常版のねプレイステーション5はスペックが高い、光学ドライブブルーレイ対応しているみたいで、普通にそのねブルーレイ対応の、まあ、レコーダー買うだけでも2万円ぐらいするみたいなんですよ。その意味で言うと、もしねそれを今後ね使いたい人はこれよりもね通常版1万円高いんですけど、実際1万円でそういう、まあ、パフォーマンスがね、まあ、できるので、ゲーム以外にも使用したい人はそちらを、買ってもいいのかなって思ってます。でさらに、まあ、もともとねプレイステーション4ね持っている人は通常版買ったらそのままできるし、まあ、大きな違いはですね、まあ、光学ドライブがあるかないかなっているので、まあ、用途に合わせて買ってみてはいいかなって思ってます。まあ、性能はねもう変わらないです。変わらないんでも僕はもうこれを選びました。コントローラー1つしかないのでもう1つ買ってきました。で合計2つある状態で、充電ね、充電ドックもう買ってきました。これ一気に2つできるみたいなんで楽しみです。はい、じゃあ早速開けます。本当に今買ってきて開けるんで、もうマジでサラです。まず一番上にある、おお、やばやばい、見てこれ、やばい。もうこれがコントローラーだよね。見える？もうなんかもう近未来感がすごいね。ちなみに前の一つ前ね、プレイステーション4のコントローラーはこちらになってます。なのでこんな感じだね。まあ見た目はね結構変わってるんですけど、ボタンの配置とかはもうほぼほぼ一緒だね。形が少し変わったかなぐらいな感じなんですけど、あ、すごいかっこいい。はい、これ電源ケーブルだね。で説明書、なんだこれ。ああ、これ HDMI だね。 HDMI ケーブル。でこれ分からん、台座かな、まあ、だろうな、だと思う。 USB と USB-C、 これ多分コントローラーだね。雑魚いな。うーわ、じゃん、え、やば、すげえな。まあ、まあ見てはいたんだけどね、フォルムすげえな。もうなんかもうドバイのビルみたい形。よし、これね縦置きとこう横置きにもなるみたい。まあどういう環境で使うかでね、置き方は合わせてもらえればなって思ってます。おお、かっこええ。まあ、僕のモデルデジタルエディションなんで、フロントは、まあ、ボタンが1つここにあるのと、USB-C だね、普通の USB だねの端子がついています。後ろが USB が 1,2 あって、LANポートあって、あと HDMI ね、こう出力ね、映像出力で、電源ケーブルになっています。はい、もうとにかくシンプルだね、もう分かりやすい。早速つなげるか、つなげて見てみよう。はい、行きましょう。はい、今ねプレイステーション5をね、箱から出して
テレビにね接続しました。ちょっとね接続するまでに設定か結構時間かかりましたね。10分ぐらいかな。プレイステーション4ある人はですねまたねリンクして今使ってるソフトとか、まあ、そういう風なものをねまたちょっと時間かかるかもしれないです。で今自分はぷよぷよ入れました。で他にもねなんかちょっとミニゲームがあったりアプリケーション入れたらなんか映画とかいろいろ見れるみたいです。今ちょっと僕は後で設定する選んだので何も入れてないんですけど、なんだろう、まあ、ゲームってだけじゃなくて普通に Netflix とか Amazon プライムとかあったんでなんかプレイステーション5ってゲーム以外にも使えるんじゃないかなって思いました。とりあえずじゃあ早速ゲームしますか。僕ね今、まあ、ぷよぷよハマってるんで、まあ、ぷよぷよやるんですけどそこまでなんていうんですかねこのうわ綺麗っていうことはないと思います。この、まあ、ぷよぷよに関してはだけどもうグラフィックね高いゲームとかはすごく鮮明でまたスムーズでいけるみたいです。新しいプレイステーション5はまあちょっとそういうゲームねいずれやっていきたいなって思ってるのでまずはぷよぷよやりますか。じゃあちょっとインターネット行くか。レートが2000あ2003これあ前のもう引き継いでるんか。プレイステーション4と普通にこうやってゲームができるってことか5でも。よし、そうでしょ。ミスった、ミスった、やばいやばいやばい。まあ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 。やべ、間違ってる。やべ、やべ、やべ。しまった。やば。やばい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 。よっしゃ。長い試合やったぜ。大勝利。このね、使っちゃダメな、使った。はい、じゃあ勝てそうだったけどな今な。まあまあまあいいや。とりあえず今ゲームした感想ね
まあ、変わらないよね。まだこのプレステ5の凄さっていうのは感じなかったんだけど、おそらくプレステーション4の人と今対戦したんですけど、こうそういう意味では互換性も当たり前あるみたいです。で、まあ、これからね、あの出るソフトで、まあ、クロスプレイができるみたいなんで、まあ、クロスプレイっていうのは、まあ、プレイステーションでありながらスイッチの人たちと対戦できたり、まあ、そういう風なことができるみたいなので、ちょっとこれから楽しみだね。ってことで今回はとりあえずこのプレイステーション5新しく来て、開けてみてちょっと開封してみたんですけど、もう全部予約でしか今手に入れることができないみたいなので、まだまだね結構貴重ではあるんだけど、僕も手に入れることができたので、はい、今回はこんな感じの開封レビューになります。これからねもっともっとこれちょっと深くね触っていって、性能とかねいろいろ見ていきたいなって思ってます。はいピックじゃなくて締めようね。はい、今日ですね、これね昨日発売されたばかりの、11月12日はね発売されたばかりのプレイステーション5の、開封レビューしてみました。またねーするよ。またねーしよう。はい、ってことで、この動画がね面白かったらですねぜひね高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ちょっと足が、はい、またね下のねアラームボタンチェックと、インスタツイッターもやっていいのでぜひねそちらの方のフォローもお願いします。また配信します。帰りましょう。バイバイ。バイバイって。何やねその逃げ方。